はい、ほら、スタート、ほら動いて、まず自然体、自然体は僕の武道の始まりで終わりである。残念ながらもう89歳、姿勢が曲がってきつつある。どうしよう、どうしても姿勢が曲がるけど、できるだけ姿勢よくせんといかんけれど、どうしても楽な姿勢だったらこないなる。これはな、まあ年のせいだ、年のせいやけど、僕ですらできるだけ自然体でやらんといかん。始めから終わりまで動いているとき、すべて力抜いて自然体になる。それを忘れんようにな。自然体いうことは何回言うてもかまへん。大体わざ説明したときに、自然体から説明した方がいい。さあ、それでね、これ掴んだらまず掴むいう動作がいい。押すか引くかする。だから相手に力が働くみたいな、これやったら頭から力が働いたらけど、これは一体こうやって押すか引くかやったらちょっと時間が遅い。そういう意味でも早く攻撃する、押すか引くかして、それから何とかしようね。だから遅い。合気道なんかでもついてくる。止まるから逃げる、止まってから逃げる、ちょっと遅い。だからこの間も言うたように、動いている間に動いてきようとしては動いている間にといえば、時間的にちょっと早いな。だから、はい、ついてくる。これ、ついてきて、わっと掴まれて、引っ張られて、遅いな。うん、だけど、はい、当てられて、ボンとやったら、もうそれがショックや。だから、一つは当てよう。当てようよ。な。で、二番目。どうぞ、すみませんな、力、もちろんこれもいいよ、これもいいよ、これあかんな、これもいいよ、これもいいよ、これもいいよ、これもいいや。一番いい力はこういう力やった。こう斜めにこう、斜めにこう、斜めにこう、がいい。下がって、はい、同じでも、はい、これよくない、おっしゃいや、はい、その次、これだいぶいいけど、いい、最もいいのは、はい、最もいいのはシュッとこうするやつ。そういうことで、できるだけ相手が200キロの重さの人でもついてくることは、横から言ったら弱いね。もっといいのはちょっと斜めにやったら、もっといいな、やろ。相手こうついてきようねんから、こっち来てねという意味も含めて、ちょっとこっちする、ちょっとこっちする、ちょっとこっちする、これがいいのよ。また、はい、それで、はい、ついてくる、これが一番いい。舞台君の力入れてみ、あんまり僕の力を感じないけれど、無駄に自分が白いけど力が入っている。あまり力入っているな、こうふうっと触れるだけやけど、これがこっち流れるんだけど、同じことやけど、はい、パッとちょっと力が感じるな、今より。だからこれでいいよ、これで十分なんだけど、横で十分なんだけれど、ちょっとこれを入れろうじゃないかというのが僕の、はい、それでこうやったら次これだけ、
注意、これがね、はい、長ければ長いほど、はい、これが出てきて、長い方がよう流れるんだけれど、流れる方向が変わるんだけれど、短すぎたらまたちょっと問題があるけれど、できるだけ短く、はい、ふっと、これでもう出ていくよ。だからこれ、はい、長くやったら、バーンとこれよ。長くやったら、下手したらな、ふっと、これで遅れる。ここまで聞いた。今ここまで聞いたな。遅れる。それでここら辺にしようかんじゃん、うん、だからそうする、ああいう風に小さく弾く、いいか、大きく弾いたら、はい、はい、やったら、はい、やったら遅れる、前面と一緒に、はい、これ真ん中寝るってこいよ、もっと早く言うよ、うん、そういう風にあれ一緒の流し受けという手、横受けよりも流し受けの方が良いけれど、流し受けにせよ横受けにせよ小さく、はい、大きかったね、大きかったね、大きかったね、日本の音に入ったね、うん、このぐらいで、これここまでやったら崩すいうときはいいけど、崩さんいうときは小さく、崩すいうときは生きる、はい、にやってこいよ、ポーッと崩すいうときはこれ生きるの持っていったな、このときは大きくならざるを得ない、代わりにこれ早く来とっても出るんだ、だから崩すときもな、はい、こう崩したら方向変わってへんな、わかるか、方向変わったと方向変わらんの、先生軽い力で柔らかく速く連続的に方向を変えるみたいな、だからこれでババーンと来るよ、これ柔らかい力やねん、連続的やねん、方向変えない、はい、あんまり崩れないな、ちょっと崩れるな、これもな、うん、だけど次方向変える、おお、はい、同じ横やけど、はい、2発目出れるか、方向変える。そうと次方向変える。あるいは今こういったやつがこう強く。このようにこういったやつが下に。これも方向変える。そう。そういうふうに方向を変える。方向を変えたうちに入れ、ほんならちょっと崩れが小さい、何でもないで、これもこうしてこうしただいぶ違う、はい、そうだな、そうな、でこれもあのちょっと方向を変えるよ、おお、そうそう、ゆっくり方向変わるように方向変わったらちょっとこらえにくいやろ、2発目来ようとした場合、はい、これでこうしてこうして、こういうふうに連続的に力を変えるけれどな、
崩しはどうしても大きくなる。大きくなるから2発目来よ。2発目来ようけど崩れよ。そういう意味で崩しは大きくなる、どうしても。けど、今みたいにやったら、方向が特に変えていったら、相手が崩れるから2発目は来ない。だからそれはそれでいいんだけど、受けの場合は崩しじゃないから、あんまり崩れない。はい。先輩、あんまり崩れないな。受けの場合は早く。あまり出てこない。っていうのは受けた時にこうゆっくりやったら、受けた時にこうしてるから、ね、それが出てくる当たったとね。これが先生片手でやる必要ない。これ片手やったり、これ片手やったり。なんで両手はなんで両手使わないタイプ。片手両手使おう、こんなもんだ。だから流し受けで両手使おう。これ流し受けで両手使おう。ごめん、はい、流し受けで両手使おう。これが一番早い。だから一番早いのは流し受けの両手使い、遅いのは崩し。崩しでもできたら両手使おう。崩しやから来ないはずやけれど失敗があるから、はい、例えば両手使おう。力使おうたら、自然体のこと。力使おうたら遅くなる。その代わり、力使わないから一番相手の答えるとこ狙おう。ふと、目とか、そういうとこになるな。胸なんかあんま狙うてな。けど、気が刺さん意味で胸狙うのはいい。分かっとってな。だから、これで立ってきて、これで。これはかまへん。目の代わりや。その時今言ったのは小さい連続的に方向を変えるってな、はい、こう力の方向変わりをやること、こうなったやつは来ないなりをし、来ないなったやつは下へ行きをし、こういうふうに連続的に力を変える。おそらくあれは非常に速いから、ほんまに足も一緒に動いた方がいいね。そんな暇あれへんかも。ふっと動くとこれだけや。あ、もう足たぶん動くのもあれへん。足踏む暇も踏む暇ぐらいあるけどな、ちょっと上げてこれでやる暇もあれへん。それは
もしくはそんなんしようと思ったら、はい、今みたいなここを見とって全部が見えんといかんぞいって言うとるよ。足の先が見えるだから触ってここで言ったらこういう足の先が見えんといかん、足の先が見えんといかん、だからあのどうしてもこの間みたいに今日痛いからやるへんけど、そーっとやるとグッてやってくるんだ。一発やってからな、やってから、まあ人的なと思うんだけど、一回こうやってやってからこうやって、当てんといかん、とにかく止めとったらやられる、止めとったらあえて平気でな掴んできようか、当てんといかん、しかも相手のこんなとこ当てたら平気できよう、彼らは平気できよう、当てんといかんということを、はい、ちょっと考えてたまに入ってくるんだね、こんなのこれでは金敵を攻めることを考えているよ。これ金敵を攻めることを考えている、ね、それで今みたいに、はい、次今のは一応あなたが来るのを待っている、はっきり言うと遅い、はっきり来るのを待っとったら遅い、だから自分から攻めるのを考えてほしい、はい、これやったらパワー、こういうのされてない自分から攻める、これちょっとこっち側から攻めんねん、ここを通って、ここを通ってする、はい、続いてよ、ちょっと続いてよ、あそこを通って攻めたらこの手が伸びない、どうですか、この手が伸びない、これ押さえたらいかん、押さえたらいかん、この手を通るんだ、こういう手を通るんだ、やっぱり外に出るんだけど、この総理は実はこっちが決まったんだ、逆付け、そういうこともありよかった、これにやると必ず覚えてよ、伸ばしてということで、交差さす、交差さす、抑えるんじゃない、もう抑える暇ない、こういう費用やな、だから交差さす、下の時に出る上の交差さす、交差さすということで考える、だからこうやってこの気持ち、これでいくな、その時の判断でどちらが強くか分かる、それでこちらで考えてください、これこちらが強くか分かるんで、パッとフッと考えて、要するにここを狙う、ここを狙うよりここを狙う、これもここを反対でも反対やから、これ
って腕を交差させる。押さえたらそのだけ突く力が弱くなる。押さえる力になっていくから交差さす。ちょっとなんかコストだけでいいね。はい、ついてみてみ。コスト、はい、コスト、コストつけるか力がついてる。ガーンと、はい、はい、コスト、はい、コスト、はい、コスト、ちょっと力が弱まるのわかる。だから逆突きでもな、こうやって構えとってもこれでいく。いいか、これでいく。相手がこう構えとっても逆突き、順突きでもこうで、こっち側もできたり、こっち側あり得るから、だからこれで遠い飛ばすとこうで、ここを攻める、ここを攻める、抑えるんだ。剣道で言うたすり上げみたいなもんやな。払いじゃない、すり上げる。払うたら遅い、すり上げる。だけどこんなこっちがやったらすり下げる。相手言うたらすり下げる、すり下げる、すり上げる、すり交差させる、交差。もしか上げたり下ろしたりする力があったとしたら、一パーか二パーでいいって。なんか抑えようと思ったりか。この交差することによって力の方向が変わる。でいいんだよ。で、はい。こうやって、はい。待っとって、待っとっていうのは君はさっきね、待っとってこうする方法もあるけれど。今これ、君が待っとってや、君がさっき来る、待っとって、ふっと待っとってやる方法もあるけれど、待っとってってあんまり前出へんな、場合によって下がるけれど、待っとってだけど、これ逆に出る、逆に出る、これ逆に出る、それと剣を、そういうことを考えたらだから、これがいかん、これはまだ良いね。で、あとはこれとか、これとか、これとか、これはこうさ、だからこれとは違う。はい、一回切る。はい。